今日1ゴール1アシストの活躍でした。水沼コーナー選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。第1戦のビハインドをひっくり返しての準決勝進出です。いかがでしょうか。そうですね、もう僕らには失うものなくて、公式戦でもずっと負けてたし、一緒に戦っている皆さんにも申し訳ない気持ちいっぱいだったので、とにかくホームで借りを返せるチャンスが今日あったので、もう精一杯やりました。はい、ゴール中振り返っていただきたいんですが、吉尾選手に一旦預けてまた中に入って、右足でトラップをして左足でシュート、素晴らしいシュートだったと思いますが、ご自身どう振り返られますか。まあ、1点目海南にアシストつけれなかったので、なんとしてもあのシーンはアシストつけてあげたいなっていうのもありましたし、まあそこは自分の感覚っていうか、今まで積み重ねてきた、自分のプレースタイルっていうものを思い切り出せたかなと思います。そしてナムテヒ選手へのアシストもありました。あのシーンもお話しいただけますか。もうあれは僕っていうよりも決めてくれた、もう彼がすごかったので、ナムが決めてくれたのもチームにとっては大きな大きなプラスですし、ここからマリノスやっていけると思います。はい、ディフェンスラインの今日メンバーがなかなか揃いませんでした。チームが苦しい中こうやって結果が出た、これは非常にマリノスにとって大きなことだったと思いますが、いかがでしょうか。自分たちのプレースタイルっていうプレーモデルっていうのはありますけど、でも出た選手たちの個々の、プレースタイルっていうものがあるので、誰が出てもその時に合ったプレーを選択できるっていうのが、自分たちにはできたと思いますし、もうとにかくキャプテンが今日はしっかりまとめてくれたんで、本当に心強かったです。はい、まさに総力戦で準決勝へと進んでいきます。今後に向けて最後に一言お願いします。もうルヴァンもそうですし、リーグも、ACL も勝っていくしか僕らにはないので、勝ち続けたいと思います。それには、皆さんの力が必要です。一緒に戦いましょう。今日はありがとうございました。おめでとうございます。水沼宏太選手でした。